放送席、放送席、そして富山アルペンスタジアムにお集まりのジャイアンツファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。まずは今シーズン4勝目を挙げました山崎伊織投手です。ナイスピッチングでした。まずはこの球場の雰囲気、ジャイアンツファンの声援どう感じていらっしゃいますか？はい、すごく、応援が力になりました。ありがとうございました。昨シーズンはベイスターズに対して非常に相性のいいピッチングがありました。その中で今日はどんな思いでマウンドに向かったんでしょうか？まあ、初めての対戦だったので、しっかり、まあ、映像を見ながら岸田さんと、どうしようかっていうのをしっかり話して、いきました。徐々に徐々に状態が上がっていたように見えるんですけども、ご自身ではご自身今日のピッチングどう感じていらっしゃるんでしょうか？まあ、初めての球場やったんで、立ち上がりちょっと不安定になっちゃったんですけど、まあ、後半に、まあ、ピンチになりながら、しっかりと、まあ、ギア少し上げて、まあ、最小失点でしのげたので良、かったと思います。そしてこのところは岸田選手とバッテリーを組んで勝ち星を積み上げています。今日は決勝のホームランも打ってくれました。キャッチャーとしてどういうところに良さを感じていますか？たくさんあります、はい。まあ、ボール投げた、まあ、一球一球にすごいこうアンサーをくれるというか、今のボールはいいねとか、今のは違うよというのをすごい伝わってくるので、こっちもすごい気が引き締まりますし、すごくいい、ありがとうございますさあ、年に1回のこの富山でのプロ野球、ジャイアンツファンも多く駆けつけてくれました。ファンの皆さんにお願いします。また、まだまだ試合は続くので、たくさん勝てるようにたくさん応援よろしくお願いします。今シーズンの4勝目を挙げました山崎伊織投手でした。ありがとうございました。続きまして、決勝のツーランホームランを放ちました岸田選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。この富山での一発どう感じましたか？いや、 やっぱりあの地方ならではの雰囲気というか、今日もあの試合前にしっかりあのブラックラーメンを食べまして、そのパワーがやっぱ出たかなと思います。あの2回はランナーを1人置いて打席に向かいました。どういう意識を持って打席に入ったんでしょうか？いや、あの初球から自分のスイングしっかりできるように、ベンチからタイミングしっかりとって、自分のスイングしようと心がけました。ワンボールから高めのボールを弾き返しましたが、感触はいかがでしたか？いや、良かったです。そして岸田選手のバットはこの富山県内で作られているというお話を伺いました。その富山で打てた、これはいかがですか？いや、もう最高ですねあのそうですね、やっぱりいつもバットにあの助けられて、はい、これからもどんどんチームに貢献できる一打を打っていきたいなと思います。岸田選手にとってはこの富山のアルペンスタジアム、非常にいい印象、いい思い出の球場になったんじゃないでしょうか？いや、もう非常にもういい印象というか、まあ、今日もやっぱり、まあ、なんとか粘って、勝ち切れたということは本当に大きかったと思いますので、はい、本当に良かったです。北陸シリーズは明日も続きます。富山のジャイアンツファンの皆さんに最後にメッセージをお願いします。まだまだこれから、試合たくさん、ありますし、目の前の1試合1試合を、チーム全員で勝ちに行くんで、またあの応援よろしくお願いします。おめでとうございます。今日のヒーローはバッテリー4勝目の山崎伊織投手、そして決勝ホームランの岸田選手でした。